最初は違う名前。では何と。忘れた。性ある女、浮気女、可愛い女、優しい女、ずるい女、一途な女、愚かな女。ええ男が見っけたね。えこれはてのもんや。こっちの男も全然いい男だね。こっちの方がいいですね。おいよやってわしに飯ばっか食わせて、わしのデリケートな胃腸を弱らせて。早死にさせる。まあ母さんが欲しくないって言うからそれ以上。母さん、とんじゅう食べますか。食後の薬ちゃんと飲まなきゃ。あの食後の薬ですよ。お前は本に優しい子だよ。ありがたや、ありがたや。たっぷりと睡眠薬が仕込んである。あの面から酸っぱいだか想像もできませんで出すな。そこが用心のしどころ。酸っぱいが酸っぱいみたいな顔をしてたら酸っぱいでしょ。おやおやあったくなんでこんな格好してるんでしょ。はっきり言って私の趣味。お兄さん、竹中工務店の人、土建屋さん割引もあるのよ。俺のどこが辻村寺三郎に見えんだよ。あったやだ、近くっきり。こんな時間から茶引きやがって。はい、昨日の晩の稼ぎ。なんでこんな格好してるんだ。人目につかないようにな。声って人目についてるような気がするが。お前すな。そんな格好して新宿紀伊国屋の前歩いてみな。おめえならどうする。危ねえやつだと思って目捨てるわな。なるほど。だから俺たちの存在は誰の目にも存在しないってわけだ。さすがだぜ。俺のやることに抜かれねえぜ。うない気がするんだな。分からなくてもいいのよ。世の中には分からなくたっていいことだってある。私もいつもどこか遠くに行くことを望んでた。いつか私を乗せる汽車が訪れてくるんだって。汽笛の音響くたびに胸をときめかせた。どうして俺に銃口を向けなかった。手が下がっただけさ。あれ、預金通帳と犯行。それに NTT 株一株。妹のこと頼んだぜ。いい時勢の句が浮かばねえや。
しょうか。どうもありがとうございました。甘酒、はい、甘酒2つどうもありがとうございます。じゃあ、はい、お釣りお願いいたします。中に新宿で踊るパスカルルーのマークがついてるお客様、おめでとう、おめでとうございます。おー、あたり、あたり、あたり、もう一方いらっしゃいませんか。流れもんだから生きてるうちに何にもしてやれなかった。リリー、俺のそばにいてくれ。妹みたいに面倒を見るから。これ返します。吉本組組長吉本源三さんですね。ああそうや。
つの比喩なのだと。世界はまだ娘の裏にある。秋には渡辺恵理子新作、書き下ろしによります夜に群がる星の騎馬隊を皆様にお届けします。秋には調味新作人魚伝説をお送りします。またのお越しをよろしくお願いします。あと、10分ぐらい時間をいただきまして、本日追加公演のため、千秋楽となりまして、役者紹介をいたしたいと思います。よろしくお願いします。金久美ちゃん、一人でトークを作り、醜さの、美学を演じました吉本玄三こと武蔵直政、はい。力強いフラメンコを踊ってくれました舞姫ドール中村優子。一郎を演じました小泉敦史。どうもありがとうございます。音響効果並びに文太を演じました、岡島博典。どうもありがとうございます。歌姫ルナを演じました石井ひとみ。鉄道家の巨匠でありますドン・キムチを演じました70歳の小松圭司。作家であられる、おい気持ちのチョン・ウィシン。どうもありがとうございました。ロカビリアンピアクターを演じました角手日、近藤俊博。どうもありがとうございました。藤村寿三郎ことゴラマケの剣を演じました黒沼ひろみ。ありがとうございます。恐怖ビリーを演じました秋元恵子。森下陽。砂掛けババ、お蝶を演じました小宮山陽一。ありがとうございます。
一。どうもありがとうございました。華麗な妖精花を演じました近藤由香。どうもありがとうございました。鳥を演じました徳永ひろみ。どうもありがとうございました。風を演じまして、振り付けの大川妙子。初日から10日まで、ダブルでやりました、客席に来ておられます、風を演じましたクン・ヘイシル。こちらの、四畳半の、家庭内の、父を演じましたチュウ・ウォンシュ。どうもありがとうございます。母を演じました砂田恵子。どうもありがとうございます。花子を演じました三浦真子。照明の、スタッフの紹介いたします、照明、ステージングの、千田ゆかり。舞台監督の、今花火も、仕掛けました伊藤さとみ。中華を全部作曲していただきました不滅のロックシンガー白龍。そして最後に威嚇祭砂川を演じました同じ演出の岸。